こんにちは、マサです。よろしくお願いします。というわけで今回はですね、まあ、写真にも出てると思うんですけど、セイコー、まあ、日本を代表する時計ブランドです。銀座にあるセイコーの実店舗ですね、セイコードリームスクエアの方に行ってきたので、まあ、そちらの紹介をしていきたいと思います。で、こちら写真に出てるのがセイコードリームスクエアなんですけど、こちらの左のこの時計台ですね。こちらもセイコーの店舗で、セイコーハウス銀座っていう、まあ、こっちもメインのお店っぽかったんですけど、ちょっと今回全然その、まあ、銀座とか普段行かないし、セイコーのこちらのお店も初めて来たので、全然、こちらが時計のお店っていうのに全然気づかなかったんで、こちらの方には行けてないんですけど、まあこちらのセイコードリームスクエアですね。これ、フロアごとに、まあセイコーブランドが分かれてるんですけど、まあこちらにちょっと、まあ気になってる時計があって、まあそちらの、まあ気になってる時計を見に行ったということで、まあそちらの紹介をザクッとしたいと思います。今回は時計自体は買ってなくて、もう試着と実物を見に行っただけなんですけど、まあ後々、その気になってるやつすごい実物も良かったんで、買うのは多分ほぼほぼ確定っぽいので、まあ、また次こちらにその時計を購入しに来た時に、まあ、こちらの調査というか、まあ、どんな雰囲気なのかなっていうのも見に行けたらいいなっていうふうに思います。でマップが出てきたんですけど、こちら、東京ですね。東京の、まあ、銀座駅がここにあるんですけど、銀座駅のすぐ出たところに、まあ、東京メトロの銀座駅すぐ出たところに、ここにセイコーのドリームスクエアっていうのがあります。先ほど写真に出たやつですね。で隣に和光第一ビルっていうのがあって、その隣に こちらがセイコーハウス銀座ですね。時計台がメインの、まあここ銀座の駅の目の前、銀座のど真ん中に、まあ、セイコーの実店舗があるっていうふうな形になります。だからもしセイコーの時計をちょっと気になってるなっていう風に思ってる方がおられるのであれば、まあ、ぜひこちら実店舗行って、まあ、実物を見て選ぶっていうのがすごいいいんじゃないかなっていう風に思います。で今回ちょっと関係ないんですけど、まあ、ここの裏側に、店舗の裏側にセイコーミュージアム銀座っていう博物館ですかね、時計のっていうのもあるみたいなので、何かまあ、こちらなんか面白そうな感じやったので、まあ、こちらも今後、まあ、どっかのタイミングでちょっと顔出してみたいなっていうふうに思ったりしてます。で今回行ってきたのはこちらのドリームスクエアの方ですね。こちらセイコードリームスクエアのブランドサイトというか公式サイトになるんですけど、まあ、セイコーってそのどういう指向性かによって、まあ、いくつかのブランドがあるんですけど、このドリームスクエアはフロアごとにそのブランドが分かれて、まあ、時計を、まあ、展示販売しているっていう風な場所になります。まあこんな感じにほんまにフロアごとに分かれてるっていう感じですね。で今回僕が気になってたのはプレザージュっていう、まあ、どういうブランドかっていうと難しいですけど、まあ、大体価格は10万円前後、安いやつだったら5万ぐらいからある、まあ、ブランドになってるんですけど、まあ、こちらのデザインがすごくいいなと思ってて、まあ、気になってたので、まあ、こちらにちょっと行ってみたっていう風な感じになりますね。だから、まあ、こちらドリームスクエア ここになるんですけど、まあ、ここ入ってフロアごとにさっきのブランドが分かれてるっていう風な感じになります。まあセイコーブランドの、まあ、これのいずれかのブランドをどれか見てみたいっていうのがあるのであれば、ここをドリームスクエアっていうのはすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあちょっと店舗内の写真っていうのはもう撮ってないので、まあさすがに何も買わないで店舗内の写真だけパシャパシャって言ったら変なやつなんで、まあ全然撮ってないんですけど、まあ今回はプレザージュの方を見に行ってきました。で、まあ、プレザージュってこんな感じの時計ですね。で今回はもうほんまに見て試着しただけなので、まああんまりこちらのプレザージュ自体の紹介はちょっと置いときたいと思うんですけど、まあやっぱり写真でわからないような、質感とか、
そういうのが間近で見れますし、まあ、これとか結構色の方法というか色のラインナップが結構あるんですよ。まあそれぞれの色どんな感じかなっていう風に、まあ、実際に見ることができるので、やっぱりこれは通販じゃできないような、まあ、買い物の仕方というか、まあ、本当にこの時計が自分のイメージ通りかっていうのに確認するのに実物を見るっていうのは大事なんかなっていうふうに思います。で、一応僕はですね、プレザージュのこの緑色の時計文字盤のやつが気になってたので、まあそちらも出してもらって店員さんに頼んで、まあ白もちょっと試したんですけど、まあ、こうやって試着してみたりして自分のイメージ通りかっていうのをちょっとチェックできるっていうふうな感じです。まあ、今回は買ってないですけど、近々買いに行こうと思います。まあ、今日は、まあ、この日はちょっと別のお店でちょっと高い買い物しちゃったので、まあ、一日にそんな何十万も使ったら大変なことになってしまうので、はい、また次回買った時に紹介したいと思います。で、初めの写真に戻るんですけど、こちらがセイコーハウス銀座っていう、まあ、本館になってるんですかね。セイコーの、もともとセイコーは銀座が発祥なんですかね。ちょっとあんまり詳しくはないんですけど、まあこちらですね、セイコーハウス銀座の公式サイトに来てますけど、まあこちらがもう全然店舗っていうのに気づかなかったんで、あまりにも綺麗すぎて、でこちらも4階までは普通に時計とか、まあそれ以外の商品もありますけど、普通に店舗っていう風になってるっぽいので、まあ、今度時計を買いに来た時に、まあこちらのちょっと潜入調査というか、どんな雰囲気なのかなっていうのも見に行ってみたいなっていう風に思います。で、一応公式ページにはこんな感じに 3D のなんか、ちょっと操作が全然わからないんですけど、まあ Google マップのストリートビューみたいな感じで利用できるっぽいので、いやすごいっすねこれ。階段まで上がってって、はい、階段はちょっと上がれなかったですけど、まあこういうのが置いてるっていうような感じですね。で、フロアガイドがあるんですけど、地下1階、まあテーブルウェアとかベビーギフト、まあ他にも、まあ婦人服、紳士服っていうのがあるので、まあ時計に限らずっていう風な感じなんですけど、まあ1階とか、まあ2階とかはもう時計やっぱメインにしてるっぽいので、まあこちらの方も見に行きたいかなっていうふうに思います。まあただそのドリームスクエアの方と比べると、やっぱりちょっと価格帯がグッて上がっちゃうイメージはありますね。まあここグランドセイコーってセイコーの一番高級なフラッグシップのブランドなんですけど、まあそちらのブランドになるとほんまに、まあ、スイスの高級時計ブランドとも、まあ、並ぶようなそういう価格帯とか質の高い時計になってくるので、まあ、僕は結局ここに行ったとしても見るだけとは思ったん、あ、見るだけになるとは思うんですけど、まあせっかくなので今度買いに来たタイミングで、まあ、見に行きたいなっていうふうに思ったりしてます。はい、で最後ちょっとまあこの交差点から撮った写真なんですけど、まあ銀座ってほんまにラビアーかな感じはしてますよね。でやっぱりそのまあ僕もまあちょっと最近の動画で30歳になりましたっていう関連の動画と、まあちょっと身の回りのものを揃えていっているっていう風な感じの動画をいくつか出していってるんですけど、まあそうですね、高級時計というか、機械式のちょっといい時計っていうのも、なんかいいのないかなっていう風に調べていった時に、まあやっぱり高級時計っていうと、まあ例えばですけど、もう有名なやつやったらロレックスとかあるじゃないですか。で、まあ他にもほんまに時計の大御所って言ったら、まあパテックフィリップとか、オーデマピゲとか、まあそういう風に、まあ1本100万円とか、まあそれ以上の価格帯になるような時計ってのは、まあいくらでもあるんですけど、まあそういう時計もいつかつけたいなっていうのは考えてたんですけど、じゃあいざ自分が現実的に、その機械式の時計を1本初めに買うってなった時に、まあ、具体的に調べていくと、こういうセイコーのプレザージュとかそういうのを見つけて、で、まあ時計ってやっぱりスイスなイメージやったんですけど、国産の時計ってやっぱりいいなっていう風に最近思ったりしましたね。で、やっぱりその国産の時計なので当たり前ですけど、国内にもこういう風に実店舗をちゃんとまとまった形でまとめて、
展開してますし、で実物を見て購入できると、まあそういった意味では、まあ国産の時計を選択肢に入れるっていうのもすごい、まあ将来的にありなんかなっていうふうに思ったりしました。だからほんまにネームバリューだけで選ぶんじゃなくて、ちゃんと物を見て自分がグッときたものを選ぶっていうのを、まあできたらいいなっていうふうに思った回になりました。まあちょっと最後まとめ方が雑になってしまいましたけど、まあというわけで今回は、こちらですね、セイコーのドリームスクエアの方にプレザージュっていうのを見に行ったので、まあそちらの紹介でした。また購入は後々すると思うので、購入したらまた詳細なレビューをしたいと思います。楽しみに。はい、というわけで、この動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。